もこんばんは、ゆうです。まあ、実写はね、パソコンが復活した以来かな。で、あの時にコメントで、まあ、ゲーム実況もいいですけど実写動画もね、ちょっと上げてほしいっていうコメントをいただいて、本当ありがとうございます。ほんまありがとういや、僕もね、実写動画はね、何回か上げたいなとかずっと思ってて、で、最近毎日ですね、ちょっと企画考えてるんですけど、なんか一つ面白い企画ちょっと考えてね。やっぱ僕ってめっちゃ有名な人じゃないじゃないですか。どっちかっていうと全然知られてない、要はもう底辺 YouTuber ですね。で、この底辺 YouTuber あるあるをちょっと何個か考えてきました。これをね、ちょっと皆さんに公表したいかなと思います。チャンネル登録者毎日気にしちゃういや、ほんとね、なんかパソコンを開くたびにチャンネル登録者今日何人おるやろみたいなこれを毎日ね、見てしまう。どうしても。で、結局、あんま変わらんからね。悲しい。めっちゃ悲しいで、俺。で、次、二つ目。編集が難しいとき、結構適当にしちゃう。いや、ほんとね、まあ、特に、まあ、実写とかかな。こういう実写とかって、まあ、編集が、やっぱゲーム実況より色々付け加えたりとかして、ちょっと難しいんですよね。で、ここどうしようかなって結局悩んで悩んでうやむやにするっていうね。いや、こういうの結構ある。まあ有名な人ってね、やっぱめっちゃ編集に凝ってると思うんですよ。だから僕もね、ちょっと今後は編集にめっちゃこだわっていきたいですね。頑張ろう。で、3つ目、まあこれもね、さっきとちょっと似てるんですけど、 BGM に頼りがちまあね、ちょっとこの BGM つけたらなんかいいんじゃないかなみたいなずっと思ってて、ただやっぱね、やっぱ有名な人の BGM とかあるやん。それを同じの使ってしまうと、この人の動画のパクリやんって言われんねんな。で、もう、言うとこよ。BGM ってフリー素材やから、パクリもなんもないねん。たまたま被るとかあるけど、BGM はね、フリー素材やから誰が使ってもいいんですよ。だから、やっぱね、有名な人が使うと、その人の BGM ってなってしまうから、まあ、例えば僕が、誰かのエンディングとかの音楽を同じとかしたら、あの人のエンディングと同じやん、丸かぶりやんとか言われて、一回言われたことあんねん。でも俺、そのね、BGM 作ってる人も音楽が好きなだけで、別にパクってるわけじゃないからね。おっしゃ。4つ目。やたらと知り合いに自分のチャンネルを勧める。いや、最初は勧めとったな、僕。めっちゃ勧めてた。ちょっと動画投稿したから、ちょっと見てみて、みたいな感じで。うん。ちょっと勧めたね。いや、もう最近はもう全然進めなくなって、逆にもう CDI とかに見られたくないぐらい進めてないな。いや、でもね、僕のチャンネル知ってる CDI の方ほんとありがとう。5つ目。録画ミス多い。これもね、結構ね、やっぱ皆さんちょっとわからないかなと思うんですけど、やっぱ録画するときにパソコンと、PS4 の間にね、キャプチャーボードっていうね、録画機器をつけるんですよ。で、僕は PS4 側の液晶でゲームしながら、で、パソコンの液晶は録画ちゃんと撮ってるかっていうのをこう確認しながらいつもやってるんですけど、その間のキャプチャーボードはたまにね、エラー起こす時あるんですね。で、その時に、あ、録画ミスしてんなみたいな。これめっちゃ多いわ。多分ね、上位の YouTuber の方はね、こんなことならないと思うんですけど、僕はめっちゃ多いですね、これ。せっかく今日めちゃめちゃもう大爆笑できる動画作ったのに録画ミスした時はめっちゃショックやったな。だからその調子良かった時は思い出してまたテイク2とかやってる。6つ目。まあ、人の動画をね、ちょっと参考にして見ていたら、その人の動画がおもろすぎて結局夢中になって撮影できない。いや、これはあったで。僕ね、ちょっと、なんか面白く撮りたいから、めっちゃ面白い人の動画、まあ、ずっとね、その人見てるんですけど、面白すぎてね、もうずーっとこう寝ながら見とって、結局気づいたらもう夕方で、あ、もうあかんわ、みたいな、もう今日できひんわ、みたいなことはよくあった。うん。いや、それだけね、やっぱね、上の人の、ね、上手い人は、それだけ影響力があるんやな、みたいな、もう動画撮影を忘れるぐらいの、ね、面白さを持ってるから、僕もね、やっぱみんなにね、見て笑ってもらえる動画をね、これからもどんどん作っていきたいですね。いや、これはね、一番あるかな。次、7つ目。コラボできない。2人ぐらいは、有名な人2人は、ちょっとやりたいなって思ってる人おるんですよ。ちょっと自分と性格似てる部分があって。ね、ちょっとやっぱ、これからもし伸びたらね、そういう機会があるかもしれないですよ。
いや、それまでね、皆さん温かく見守っとってください。ちょっと噛んだ。次、八つ目。炎上しない。逆にね、有名な人って、それだけの影響力、発言力があるから、ちょっとね、変なことをツイートしたりとかね、したら、炎上すると思うね。ただ僕みたいなやつが、変なこと書いてもみんな無視すると思うねんな。要は影響力がないんよ。うわぁ、影響力作りてー。次、9つ目。住んでるところ、バレる心配ない。いや、さっきと一緒でね、まあ影響力がないから、全然バレる恐れはない。むしろ教えちゃうぐらい。もういつかはこんな日が来るといいな。次、10個目。まあ、Twitter の方でね、動画投稿をしだしても、誰もリツイートしない。僕の動画はね、まあ、1人か2人ぐらいはね、ツイートでリツイートしてくれる人おるんですけど、いや、他のね、ちょっと実況者とか見て、ゼロの人がおったら、あー、やっぱちょっとそんな感じなの、かわいそうやなとかね、あ、自分と同じ感じやねんなとか思うね。だからね、やっぱ有名な人が動画投稿するだけで、1万いいねとかね、1万リツイートとかしてるやん。いや、羨ましいな。そういう、ね、実況者に僕もなりたいな。次、11個目。サブチャンネル作らない。まあ、作らないっていうよりも、作れないですね。自分の今の本若の方のチャンネル登録者を伸ばすことに必死で、サブチャンネル作ってる余裕がない。一応僕はね、作ってるんすけど、チャンネル登録者1万人いったら公表しようかなって思ってます。多分あらかじめね、僕サブチャンネル一回作りましたよっていう知らせをしたと思うんですけど、多分4人ぐらい登録してくれてるんですけど、またね、もし自分が納得いくこのチャンネルのね、チャンネル登録者増えたら公表しようかなと思います。次、12個目。毎日が不安。いや、いつ伸びるんかなとかね。まあそれだけ面白い動画撮らないといけないんですけど、なんか1個でもね、きっかけがあったら変わると思うんですけど、まだ僕変わらないので、ちょっと毎日、1年後どうなっとんやろうなとかね、半年後増えとんかなとか、めっちゃもうこれは不安で夜も眠れないです。次、最後。もうこれ最後にしようかな。街歩いても気づかれない。誰か気づいて。